乗り物タウン。積もった雪を飛ばしてみんなが通るための道を作るロータリー除雪車さん。さらに雪や氷を押しのけて道路の雪を片付ける除雪トラックさんや除雪ホイールローダーさん、除雪モーターグレーダーさんを紹介するよ。いろんな特徴がある除雪車さんが登場するから楽しみにしててね。寒い。この辺りで除雪車さんに会えるはずなんだけど。おいラッピー、俺はロータリー除雪車、よろしくな。うえー、雪を飛ばしながら走ってる。どうなってるの？雪が多く降る地域では道路に雪が積もって車や人が通れなくならないように除雪車さんが道路の雪を片付けてくれるんだ。俺たちロータリー除雪車は1時間におよそ3000トンもの雪を片付けることができるのさ。すごい量だっぺ。あの赤い輪っかがぐるぐるしてるのは何なの？この赤い輪っかはオーガって言うんだ。これが回転することで雪をかき集めることができるんだぜ。そうだったんだ。ラッピー、よく見るとオーガに小さな爪のようなものがついてるのはわかるかい？あ、本当だ。これは何に使うの？この爪は先が尖っているから硬い雪がぶつかった時に雪が砕けるようになっているんだ。オーガでかき集めた雪はその後ろにあるブロワーという羽がついた装置で巻き上げるんだ。そしてその上にあるシュートという筒を通して外に出しているんだよ。ロータリー除雪車さんは最大で40メートル先まで雪を飛ばせるんだ。雪が多く降る地域では人の背の高さよりも雪が積もる時があるんだぜ。俺たちは2メートルくらいまでの雪を片付けることができるんだ。すごいね。でも街の中でもさっきみたいに雪を飛ばすの？街の中で活躍する仲間がいるから除雪基地に行ってみるといいぜ。うん、行ってくるっぴ。こんにちは。おはー、なんだこれ。あなたも除雪車さんの仲間なの？ラッピー、オイラは一車線積み込み型ロータリー除雪車って言うんだ。さっきのロータリー除雪車さんとどこが違うんだっぴ？オイラを横から見てみるとわかるよ。横から？あ、クレーン車さんみたいな腕がついてる。そう、この腕こそがオイラの最大のポイントさ。トラックさんと一緒に仕事をするときにこの腕が役立つんだ。ラッピー、あれは雪だよ。住宅街や車のたくさん通る道で雪を飛ばすと危ないから、かき集めた雪を腕の中を通してトラックさんの荷台に積んでいくんだ。オイラの腕の中はベルトになっているから、簡単にたくさんの雪を後ろのトラックさんの元に運ぶことができるんだ。除雪車さんにはいろんなタイプがあるんだね。知らなかった。待ってくれよラッピー、除雪車は他にもあるんだぜ。どれだっぴ？俺は除雪トラックって言うんだ。俺はこの大きなブレードを使ってどんどん雪を片付けていくのさ。ブレードってなんだっぴ？雪や氷を押しのける板のことさ。ブレードは道路の幅に合わせて自由に広げることができるのが特徴なんだ。便利だっぴ。
ブレードが斜めになっているから、降ったばかりの雪を素早く道路脇に片付けることができるんだ。しかも除雪作業と同時に道路が凍らないようにする薬剤を撒きながら走ることもできるんだよ。みんなの安全のために頑張っているんだね。ちょっと待ってくれるかしら。私のブレードは彼よりもすごいわよ。うわ、今度は誰だっぴ。私は除雪ホイールローダーよ。私のブレードは折り曲げることができるから、片側だけじゃなくて道の両端に雪を寄せることができるの。どんなところでお仕事をするの？小回りが効くから交差点や住宅街などで活躍しているよ。次は僕の番だ。僕は除雪モーターグレーダー。2人のブレードは車の前についていたけど、僕のブレードは前輪の後ろにあるんだ。使い方が違うの？ラッピー、いいところに気がついたね。モーターグレーダーさんのブレードは地面に押し付けることで硬くなった雪や氷を削り取るように除雪するのが得意なんだ。そうなんだ。僕はブレードに似たサイドウィングという装置をつけることで歩道に積もった雪も片付けることができるんだよ。さらに僕にはもう一つ特技があるんだ。あれ、タイヤが傾いてるけど壊れちゃったの？これはわざとなんだ。雪を押しのけるとき、タイヤが滑ってまっすぐ進めないことがあるんだ。ほんとだ、斜めになってるっぴ。そこで前のタイヤを滑る方向と逆に傾けることで踏ん張ってまっすぐ進むことができるんだよ。すごいね。僕たち除雪者は雪の量や場所に合わせていろんな仲間と協力して雪を片付けているんだよ。ゴーゴー乗り物タウン。道路を凍りにくくする凍結防止剤散布車さんを紹介するよ。冬になって雪がたくさん降ると道路がどうなるか知ってる？積もった雪が固まってまるでスケート場のようにカチカチに凍っちゃうんだ。おえ、スケート場みたいになったらツルツル滑って危ないよね。そこで活躍するのが凍結防止剤散布車さんなんだ。やあラッピー、オイラが凍結防止剤散布車さ、よろしく。あれ、この形どこかで見たよな。ラッピー、それってもしかして除雪トラックさんのことかな？そう、積もった雪を押しのけて走る除雪トラックさんにそっくりだっぴ。ラッピー、よく知ってるな。凍結防止剤散布車さんも除雪トラックさんと同じように雪を押しのけて走ることができるんだけど、それだけじゃないんだよ。凍結防止剤散布車さんの下の方を見てごらん。下の方？あ、何か白い粉のようなものが出てるっぴ。気温が下がって道路が凍る前にこの白い粉を撒いて走るのさ。何のために白い粉を撒いているの？この白い粉は凍結防止剤って言って塩を使って作られているんだ。ちなみに水に塩を混ぜると水が凍る温度が低くなって水だけの時よりも凍りにくくなるんだ。道路も同じで塩でできた凍結防止剤を撒くと気温が下がって冷たくなっても凍りにくくなるんだよ。
冬の寒い日は雪だけじゃなく雨や湧き水でも道路が凍ることがあるんだ。だから普段雪が降らない地域でも活躍しているんだよ。凍結防止剤はどうやって撒いてるの？もっと詳しく知りたいっぴ。後ろの方に大きな箱のようなものがあるよね。これはホッパーって言うんだ。ホッパー？この中に凍結防止剤を入れるんだよ。中はどうなっているのかな？滑り台みたいになっているんだね。作業をするときはこの中に凍結防止剤をたくさん入れてホッパーの下の方にあるスクリューで少しずつ後ろの方に押し出していくんだ。ホッパーから流れてきた凍結防止剤はこの円盤を使って吹き出しているんだ。うわー、すごい勢いだっぴー。回転しながら飛ばしているんだね。最大で8メートルくらいの幅に粉をまけるんだよ。そういえば後ろに何か文字が出ていたけど、あれは何だっぴ？これのことかい？これは車載標識装置っていうんだ。この装置で作業中や走行注意などを表示して後ろを走る車に注意を呼びかけているんだ。ラッピー、せっかくだから特別に運転席も見せちゃうぜ。やったー。うわー、ボタンやレバーがたくさんあるよ。このボタンは凍結防止剤を撒くときに使うんだ。撒く量や方向などを変えられるんだよ。このレバーは前についているブレードやオイラの真ん中についているグレーダーを動かすときに使うのさ。いろんな装置があってかっこいいっぴ。ゴーゴー乗り物タウン。スキー場の安全のために活躍している圧雪車さんとスノーモービルさんを紹介するよ。圧雪車さんはどこだろう？ラッピー、後ろを見てごらん。後ろ？よし、仕事の時間だ。今日も頑張るぞ。よー、ラッピー、俺に会いに来てくれたのかい？スキー場の雪を平らにして整えるのが俺の仕事さ。ラッピー、説明するね。走りながら車体の前についているブレードで凸凹になった雪を削ったり押し崩して平らにする。そして圧雪車の動力はこのクローラーだ。雪の上を走れるベルト式のタイヤだよ。クローラーにはギザギザの刃がついていて踏みつけながら固く固まった雪を砕くんだ。そしてさらに車体の後ろについているパークフレックスピラーで雪面をかき混ぜ雪を細かく柔らかくしているんだ。へえ、でもどうやって雪をかき混ぜるの？黄色い板の裏側に刃がついていてこれが回転して雪をかき混ぜるんだ。そっか。ラッピー、圧雪車さんがどうやってスキー場の雪を整えて平らにするか覚えてる？うん。まずは前についているブレードで硬い雪を削りながら平らにして、次にクローラーのギザギザな刃で固まった雪を砕いて整える。最後に砕いた雪をかき混ぜて細かくて柔らかい雪にするんだよね。よく覚えていたな。
ラッピー、圧雪車さんが通った後を見てごらん。どれどれ、うわーすごーい。比べてみると雪の上にできた凸凹がすっかりなくなっているよね。ほんとだ、こんなに綺麗になるんだね。でも広いスキー場を平らにするのは大変じゃないの？大丈夫、俺には頼りになる仲間がいるから、みんなで協力して作業しているのさ。そうなんだ、安心したっぴ。ラッピー、昼間は俺の仲間が働いているんだ。明日会いに行ってごらん。うん、アセッサさんの仲間ってどこにいるのかな。あれ、雪の上を変わった乗り物が走ってるっぴ。オートバイじゃないよね。チッチッチッ、よく見てみな。前に突き出たスキーに少しくらい凸凹な雪でもスイスイ走れるクローラー、これがスノーモービルさ。やっぱりオートバイじゃなかったんだね。はい、ところでスノーモービルさんはスキー場で何をしているの？パトロールだよラッピー。スノーモービルさんは危険な場所がないか、困っている人はいないか、スキー場やその周辺を見て回るのが主な仕事なんだ。そうさ、怪我をした人や具合が悪くなった人を見つけたらサイレンを鳴らして救護室や病院まで運ぶんだ。もし車で運ぼうとしてもタイヤが滑ったり雪に埋まってしまって全然走ることができないから、スノーモービルさんが活躍するんだよ。パトカーとレスキュー車の役目をしているみたいでかっこいいっぴ。ありがとう。おっと、パトロールの時間だ。じゃあな。おい、行っちゃうの？ラッピー、また遊びにおいで。ラッピー、スキー場で働く乗り物はどうだった？僕たちが安全で楽しく遊べるようにいろんな乗り物が働いていることがよくわかった。